これが人生初実況ドラゴンクエスト4実況プレイ、私実況者のキョンでございます。前回はですね、トルネコのね、レイクナブからね旅立ってね、南のボンモールに入ってきて、でそこのボンモールの王子に会って、あるね重大なね使命をね授かった。でボンモールのね城のね地下に、地下牢のところに閉じ込められてね捕まってるトムじいさんの息子をね助けたと。でその帰り道にこのね謎のね村に入ってきたと。じゃあね、今日はねこの続きをやっていきたいと思います。さて、以前この辺に立ち寄った時にはこんな村はなかったはずだが、ほんと小さいですね、小さな村ですね。おや、なんだなんだ、ベッドの上で二人、男女が二人ベッドの上で立って、なんだなんだよこれ、なにこれ。あなたもこの村で暮らせばいいのに、うちの人も初めは旅人としてこの村に来たんですよ。コンコンコン、あら風邪をひいちゃったみたい。いやー、風邪はちょっとまずいっしょ。ナオさんですね。私はドンガーで、旅の建築家ですが、こいつに惚れられてしまって、結婚してこの村に住むことにしたのです。わっはっは。結婚しちゃったんですかね。調べてみましょうね。特に何も見つからなかった。おや、なんと馬の糞を見つけた。馬の糞ですか。薬草。だね。ちょっと鑑定したいと思いますよ。まあ、薬草から行った方がいいかな。うむ、これは仲間一人の体力を回復する道具ですね。どうやら一度使うとなくなってしまうようです。もし店屋に売れば6ゴールドになるでしょうな。そしてこの馬の糞、見ましょうね。のわっち、なんで私がこんなものをしげしげと見なきゃいけないんだ。とにかくこれはいらないものですよ。ちやっちゃってください。しっしっ。捨てデコパンツを見つけた。でん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 って、捨てデコパンツ。うむ、大真面目に言うのもなんですが、これは下着の一種ですね。通気性に優れていていいんですよ、蒸れなくて。まあもちろん戦いには全然向いてませんが、どうやら私にも装備できるみたいです。もし店屋に売れば75ゴールドになるでしょうな。結構高値ですね。しかもね、19でしょ。布の服より15って、布の服より守備力高いんだよ。すごいですね。まあ、ジョークアイテムにしては、ちょっとね、すごいな。優れてますね。ようこそ旅の方、道でも迷いましたが、そうですか。では、気をつけて旅を作らせますように。ほっほっほっ。はい、それはお困りでしょう。見たとこお疲れのようやし、泊まってゆかれたはどうですか。いえ、そうですか。まあこうなるわけですよ。では、はい、ではどうぞごゆっくりお休みください。おや、
ここはどこだ。ではね、旅を続けていきたいと思いますよ。なんと旅の服を手に入れた。おお。じゃあ早速ね、旅人の服をね、鑑定したいと思いますよ。この服はなかなか丈夫な布でできているみたいですよ。ちょっとやそっとでは破けそうにないですが、戦い向きとは言えませんね。どうやら私にも装備できるみたいです。もし店屋に売れば52ゴールドになるでしょうな。おお、52ゴールドですか。エンカウントか。さーて、どうだ。しょうがないね。とりあえず道具がいっぱいになってきたんでね、売っていきたいと思いますよ。何売ろう。そうだな、まあ薬草ですね。正直薬草売ります。弁当を売るしかないですよね、これも。まあ売っちゃってもいいんですけどね、ぶっちゃけ。売っちゃいましょう。旅の資金のために売りましょう。せっかくなんで武器屋で売りましょう。まだ残ってますね、覇者の剣。銅の剣を、はい、昆虫少女さん元気ですね。俺なんてこの島まで独り身だってのよ、羨ましいぜ昆虫少女。昆虫少女さん、おじさん、ちょっとじいさんに会っていけば無理です。おう、トルネコ、わしの息子が帰ってきたのじゃ。これも毎日教会に通い、あいつが祈って帰るように祈っていたおかげじゃろうか。こうしておれ、トルネコよ、わしを教会まで押していってくれんか。はい、ではしっかり押してあげましょう。あ、帰ってきますね。よいしょ、せっかくなんで記念で押していってあげましょう。よっ、3ゴールド。ちょっともうちょっと踏ん張ってるよ。トムじいさんの息子さんが帰ってきたそうですね。本当によかったわ。いやいや、ありがとう。おかげさまで息子も帰ってきたし、あんたが息子と会ったのも神様のお導きかもしれんな。やれ、ありがたや。次は56ですか。じゃあね、早速ね、トムジさんの息子に会いに行きましょう。って偉い様変わりしますよ、あの悪び囚人の質は悪びだ姿からね。なんだ、普通の船に戻っちゃったよ。トルネコさん、俺だよ、トムの息子だよ。あんたのおかげで帰ってこれだよ。
そうそう、お礼をしなくっちゃな。でも今は持ち合わせがなくて。え、なに？俺はいいから犬のトーマスを貸してくれだって。ああ、お安いご用さ。狐狩りが得意な犬でさ、きっと役に立つと思うよ。ワンワンワン、トーマス、トルネコさんの言うことをよく聞くんだぜ。トーマスが仲間に加わった。うー、ワン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 、犬ですね。ではね、旅を行きたいと思いますよ。ということはですね、あ、この村に入れるわけですね。おや、あったあった、ここだ。さーて行きたいと思いますよ。グルー、ワン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 、うなってますよ。こうなってるんだ。じゃあ続きをね。ワンワンワン、おや、ここはどうなってるのかな。この辺りは人を化かす狐がいるそうです。気をつけてください。ここかな。まだこいつら、いつまでベッドの上突っ立ってんだよ。リア充だな、多分。リア充かどうかわかんないけどね。よし。じゃあね。たいと思いますってよ。よーし、じゃあここですね。おや、なんか怒ってますよ。ワンワンワン、どうしたどうした。わー、助けてくれ、犬は苦手なんだ。ああ、ダメだ。私の神通力が。おや、コンコン、参りました。どうか逃がしてください。もう二度と悪さをしませんから。これ、例のエンドレスですかね。そんな意地悪を言わないで逃がしてくださいよ。はい。ああ、よかった。逃がしてくれるお礼にこの鎧を差し上げましょう。姉のより、コンコン、ではさようなら。おや、私はドン・ガーデと言いますが、一体これはどうしたんでしょう。ふと気づいたら村がなくなっていて。そうだ、こんなことをしている場合ではなかったのだ。早くボンモールのお城に行かなくては。では失礼。走っていっちゃいましたね。ワン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 、はい、じゃあね。時間も差し迫ったことで、今回の実況はね、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。